今日午前、千葉学芸高校を訪れたカープの高山スカウトと尾形スカウト。緊張した様子を見せていた菊池投手ですが、時折笑顔も見せました。高身長で、はい、角度のあるボールと大きい割にすごい器用なピッチャーで、フィールディングとか牽制とかもすごい上手なので。スカウトがそう語る通り、菊池投手は身長2メートルとスケールの大きさが魅力。甲子園の出場経験こそないものの、未来の先発ピッチャーとして将来楽しみな選手です。真上から振り下ろすまっすぐとフォークが自分のアピールポイントだと思います。しっかりと1年目は体を作って、ここから先近い年で1軍で投げれるように頑張っていきたいです。高校に入ってなんと球速が20キロ以上も増したという驚異の身体能力を誇る菊池投手。プロ入り後にはさらなるレベルアップも期待されます。どこまでスピードが速くなって、どれぐらいのピッチャーになるのかなっていうのがすごい楽しみで、150じゃなくて160ぐらい目指せるんじゃないかなっていうふうに思ってます。広島を代表する選手になるんですけど、日本を代表する選手になりたいです。